今日は動くという字を書いてみましょう。まず一画目、左の上のこのマスの中になるべく寝かせた左払いを書きます。2画目、払い終わりから少し下がってきた位置、ここに右上がりの横画を書きます。この時に1画目の書き始めよりもあまり長くならないように止めましょう。3画目、1画目の払い終わりからそのまま下に降りてきた同じぐらいのところに縦画を書きます。4画目、3画目の書き始めと一緒のところから次は右に進んで折れ曲がってきます。この時に2画目の書き終わりよりも手前のところで折れ曲がっていきましょう。5画目、5画目は3画目のちょっと半分ぐらいの位置、ここから横に進みます。6画目、6画目は3画目と4画目の書き終わりを結びます。7画目、7画目は1画目のちょうど真ん中ぐらいからまっすぐ下に降りていきます。8画目、8画目は7画目のこの出っ張った部分をちょうど半分ぐらいに割った位置、ここに短めの横画を書きます。9画目、9画目は7画目の書き終わりに触れる跳ね上げる横画を書きます。10画目、10画目はこの辺りから折れ曲がってきた時は少し内側に向かって降りてきて最後跳ね上げます。11画目、11画目は左払いします。ポイントとしてはこの重いという字も偏になるので、ここに壁があると思ってこの壁よりも右に出ないように2画目と、9画目は少し長い横画になるので右に出ないように注意しましょう。あとはこういう半円の中に収まるように書くと美しく見えます。あと力という字はこちらに比べて画数がとても少ないのであまり大きく書かないように注意しましょう。画数が少ない字は小さめに書いても大きく見えます。